もあるの？え、なんかあるらしくって、妖怪ウォッチ。え、結構でもちょっと何年か前だった気がするんですけど。小学生の時妖怪ウォッチやってました？やってた。やってたよ。ですよね。3DS で。え、そうなんですよ。だからスマホ版欲しいんですよね。え、いいやん。え、なんだっけ、何ギフト、ギフトカード、アマギフ、アマギフか、アマギフってでも使えるんですか。え、でも使えそうじゃない。え、私妖怪ウォッチ欲しい。それかさ、なんかさ、親とかにさ、あ、で渡して、確かに現金換金、換金、換金。ちょっとリアルこれ。めっちゃなんか使い道まで道話しちゃって。いや、いいよ。いい、リアルなお買い物って言われちゃった。でもね、ゲーム、でも可愛いよ、ゲーム。妖怪ウォッチ、お年玉おめでとう、ありがとう。二連敗のくるくる。え、くるくるさん二連敗なんですか？二連敗だよ。でも、それ萌えゼリフのやつがあって、そう、あ、二回目はガチで行こうと思って、うん、たら、うん、ちょっともう負けたね。ひーちゃんのあざとさに。え、ひーちゃんなんか上手だった。ね、リアルだった。え、思いました。なんかちょっと引いていいんかなみたいな。確かにね、なんか盗み聞きしとる感あった、うん、ちょっとなんかあれですね。まあ大人だから。あ、そうかも、はい、え、そういうことよ。そうですよ、ね、大人だから。そうなんよ。そういうセリフがいっぱい出てくる。あずみもね、21歳だし。うわ。音が。音がやばい。やっぱそっか、年齢だよなこれ。うん、年齢だわ。あとちょっとです。まあね、だいたいこれ外したい。まあでも実は裏番長です、私は。裏番長？うん、くるくるさん裏番長なんですか？そうなんです。実は実は裏番長です。でも本当に私あざといの無理で、逃げたわけじゃないんですよ、まあ、空気を読んだ。え、なんて言ってましたっけ最初。最初、え、ハウー、あ、そう、ハウーってあれ、もう本当に面白くって。いや、ハウーもなんかもっとなんかそんなちょっとやばくない、うん、ハウーぐらいの、うーんみたいな感じで行こうとしたら、うん、声が震えて緊張で、ハウーみたいな、本当のなんかやばいやつみたいな、めっちゃなんか赤ちゃん言葉みたいな。意外、面白かった。本当？え、意外だったね、クロさんです。本当？ハウーなんか言う。確かに見たことないかもしれん。え、初めて見ました、そんな姿。だよね。恥ずかしい姿。恥ずかしい。まあ同い年なんで、まあ見せていこうかなと。うん、あ、なんか書いてありましたよ。あの大声の時、うん、高三対決。お、書いてた？書いてありました。見てなかった。確かに高三対決だったわ。高三なんですよ。うん、ようやくなんか取れなくなっちゃいました。ちょっと取ってたら髪。取ってたらちょっと。ちょっと引っ張ったりとか。あ、吉住さん大好きだわ。吉住さん、うわお、ありがとう、大好き、嬉しい、今日もありがとう。そう、裏止めしてたの。そう、てか宿毛かけてからめっちゃすっきりした感じがして、とっても良き。ありがとう、また嬉しい。あ、スペイベもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。危ない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 。ありがとうございました。確かに毎回向きくるくる、もしかして、あれ、ハウは意外と可愛かった。可愛かった。ハウってな、ちょっとハウに意味はないよ。ええ、うん、あ、50分になったら教えてください。あ、くるくるもだ。メールも送りたい、お休みメールで。50分になったら教えてください。え、そう、これひーちゃんと服一緒でめっちゃ気まずかった。私、え、気まずかったんですか？そう、なんか服しかもさ、この色がさ奇抜で同じだから気まずくて。え、ひーちゃんと一緒に買い物行ったんですよ、これ買った時。あ、そうなの？そうだったの？くるくるさんと被ってるって。え、本当に買ったとこも同じなんですか？え、一緒一緒一緒。すごい、本当に全く一緒の商品。えー、運命だね。運命ですよ。新しく睨みキャラ、しかも今日着てるっていうのがまたすごい。え、スペイベは何やったの？スペイベは人生ゲーム。あれ、もう言っていいんですよ。 OK。 人生ゲームやりました、今日は。どこまでも坂道ばかりで。あ、ちょっと緊張、大声出しちゃったかな。スペイベ楽しかったよ。ハウはとっさ、ハウはとっさ。スペイベ参加したかったね、本当にね。今
今日は人生ゲームでした。何位だった人生ゲーム？3位だったんですよ。一緒ですか？じゃ中途半端になっちゃったんですよ。そうなんよね。結構借金しちゃった私。ゴールした時に借金ですか？いやゴールときはちょっと小金持ち。怖い。なんで借金したんですか？なんかねめっちゃ払わされた色。借金一回もしてないんですよ。してないのに3位だった。じゃあもう周りが強かったんだ逆に。そうなんですよ、周りが強かった。あれって運だよね、運ゲー。うん、まあまあいいんですよ、あゲームですから。あ、じゃあ止まりかけて今。本当だ。確かにね、ゲームですから。そうです、気にしないでください。新境地を開き、パチパチしてる。してるなんか。してないです、全然。パチパチしてる。なんでだろう。明日の報告したら黄色の着ぐるみ。あ、合ってるよ。ビンゴの神様、結婚したんゲーム上。ハウは結構もう限界でしたね。いや、あ結婚しましたね。結婚しちゃいました。ごめん、ずっと言っている通り選抜に入ることできたらいつか解禁しようって言ってるので、私はでも今日はあざとさ、あもうずっとショールームで燃えてる言ってってやるわけでも3、2、1とかもう煽られて、うん、僕が選抜入るまでやりませんって、うんうんうん、そうなんですね。でも今日のそのあざとさを適当にやってたわけじゃない、うん、あれも本当にハウー、かわいい赤ちゃんみたいマジもうそんないいもんじゃないよ、あのハウーは。なんとかリッチだって言ってますよ。あなたじゃないよ、でも赤ちゃんだよね。赤ちゃんでした、本当に。いやすごい YouTube 人生ゲームは大学教授のお仕事しました。くるくる言うで結局レベルアップしたので最後学長になりました。人生ゲーム学長です。トップアスリートだった。トップアスリート、私ダンサー、おーえと投資家。おお、トップアスリートって何です か, かスケーターとか昇格のみトップアスリートに。いやハヤトアスリートでリーチが学長になったんですよ。いや私で昨日言ったじゃないですか、大学の教授から学長になりました。本当に私悲しかったんです。予想してたの、うん、絶対アルトになるよねって言って、あ絶対アルトになりたくなって。何人子供できた、子供できなかったんですよ、子供いなかったんです。だからあの結婚して終わりでした、子供はいません。なんかめっちゃ止まりますね。誰？うん。それでも止まんないです私。なんでだろう。くるくるだね。くるくるだね。くるくるだね。あー。あ。あ。ガチで避けられちゃう。ちょっと。ビーチーズに。顔が伸びちゃった。伸びるよね。横になった。長い。チカってチカって。チカって乗りますねめっちゃ。なんでだろう。あ、まずい。ごめんなさい。めっちゃ止まりません。うん、止まる。すごい。なんでだろう。助けてよ。助けてよ。じゃあ、はい、止まんないですね。なんでだろう。オックスフォードの学長、いいんですか私で。お疲れ様です。またまで好きになってくれた。普通にさめっちゃ心配なのは今日のクルクルを見てクルクルのこと嫌いになってないかなと思って。さらに好きになるくらいですか、こんな面白いことも。本当こんなクルさんってなります。素敵。止まったりループしたりしてる。ちょっと待ってね。でよ待って、外カメになった。リーチ猫見せて。やばい、待って大丈夫大丈夫大丈夫、できる大丈夫、今日は猫です。猫猫好きになってる本当、猫来ました。リーチもクルさんのこともっと好きになった。超好きになりました、クルさんのハウでいじってるやろ。いじってない、それ褒めてないやろ。めっちゃおもろい。久々さっき同じの買ってきた。本当にすごい、すごすごー。売ってたん、売ってるんかな、まだ昨日とか買ったばっかなんです、ひーちゃんと。まだ残ってるはず。でもなんか
今まで先輩とが多かったから、うん、STU チャンネル、うん、こう後輩とやってなんか先輩ってやっぱさなんかリエチもさ、うん、逆にさリエチがさその立場かもしれんけどさ先輩とやるって結構さなんか緊張してなんか緊張しましたガンガン言っていいんか分からんのとか、うん、その空気の読むとかなんかすごい難しくて、うんうん、なんか喋れずに終わっちゃったりするからなんか今回初めてなんか結構喋れた、うん、からでもめっちゃ楽しかったです、ね、楽しかったよねえみんな言ってました3期も楽しかった今日よかったって言ってましたその楽しくなかったじゃなくてよかった楽しくなかったやばいよかった、うん、でも確かに緊張しました結構するよねやっぱ、うん、カメラがあるだけで、うん、緊張する3期は陽の集団いや本当にそう陽キャじゃろえどこがですか怖いもんだって争い事はやめてくださいって感じですもんねあのリーチは優しい担当だったもんね、はい、リーチ優しい担当だから私ですって言ったもんね優しい担当クルクルルームから来ましたクルクルルームさんからいらっしゃいそう真面目な話急になんか真面目になっちゃった真面目なそう今日は犬じゃなくて猫なんですなんか犬が欲しくてそう迷ったのひーちゃんに相談したよねしたんですよこれ買うときに、いやでも猫のトレーナー可愛いけどでも、ね、犬が好きなんだよねとか言って買うの迷ってました昨日可愛いでしょう猫さんリーチ体育会系えリーチ体育全然できないですめっちゃきっちりしてるだってリーチ 体育会系かと思われてる体育会系体育会系本当に嫌ですでもチアダンスやってたんですよねあーじゃあじゃんだけじゃないじゃあやってましたなんか厳しい上下関係みたいなえあんまあ厳しくなんか挨拶あーわ、うん、かるわかるなんかちゃんと声出してみたいなうんマイケルがポー好きよかったでもあれなんかインスタとかストーリーえしてるのとかだったらちょっと本当に無理かもしれないじゃあ楽しみにやだ上がるの楽しみですあれだってもし STU チャンネルを見てない人にもさ、うん、見えちゃうわけじゃん確かにポーとかやったらさこいつって思っちゃうよねめっちゃ楽しみにしてますもともとクルクルが好きな人は今日でもっと好きになったクルクルが好きじゃなかった人嫌いなんだクルクルさんなんで裏番長なんですか私が勝手に言ってるだけなんですね実は私が勝手に名前出てるだけであって実際はまあなんかわかんないねそもそもね番長も多分いないあなんかめっちゃ裏番って裏番やばいマイケル・ジャクソンは知ってたけどなんかめっちゃ詳しいわけじゃないなんか、ま、モノマネとかの人知ってるでも今日の番長の流れのヒータンはいなんか話し合ってさ、うんうんうん、それぞれなんか意気込みみたいに言ったじゃん2点の時と、はいうんうんうん、その時のヒータンめっちゃ番長だったああ、うん、ヒータンが考えてくれました、うん、あれもめっちゃ番長感じた3期の辞書に負けはねえみたいなあれヒータンが考えてましたヒータンが考えましたあれはさすがですヒータン番長番長3期の番長はヒータンですいやあの年玉狙ったんだけどなあ年玉見せていいんですか？いいんじゃない？さっき映ってたから。うん。あおいちゃった。あれなんか1枚減ってる？あれ。あ。あ盗まれたんか。盗まれてないです。あります。イエイ。ヒータンがくれ落としたのに。見せようクルさん。見せちゃおう。いじめられる。怖い。番長ヒータンの岡山時代岡山時代気になりますね女社長ね3枚いただきましたイエイ確かにさ、うんうん、2.5 期買っとったらさあでも1人か差はいやでも大きくないですか割る5か割る4か確かに大きいでも萌えゼリフは 2.5 期さん結構圧倒的だったくないですか、うん、そうだね、うん、そうだねあちょ、ね、クルさんにその話しちゃいけんかったクルさんに言っちゃいけん話でしたそれは恐怖を感じるねちょっと恐怖を感じるけどでもね全然クルクルさんにお年玉あげたらいいことあるかもだってあるかもあるかもいやそれでもちょっと
妖怪ウォッチやりたいんで。まあね、楽しいよね、あれ。なんか昔のゲームとかハマらん、うん、わかります、本当に。なんか、なんか DS のやつなんですけど、うん、なんかファッションのやつありませんでした？ありましたよね。なんかあれが本当にやりたくって、今恋しいんですよ。時々思い出すんですよね。分かる。私もなんかこう部屋の掃除してたら、うん、たまに出てくる。いいな、いいな、カセットが。いいですね。うわ、これやりたいと思うけどさ、うん、スイッチなんかもう なくて悔しいよね。めっちゃやりたいんですよね。名前が思い出せないんですよ。そのなんかあの表紙パッケージがなんか女の子が、うん、めっちゃ細いモデルのみたいな女の子がなんか座ってるやつ、なんか絶対分かってる。絶対分かってる。分かる気もするかも。分かる気がするかも。うん、ちょっとわがままファッション、分かんない、なんだっけ。そんなんだった、こんなそんなんでしたっけ。ママコレクション、友達コレクションも好きだった。くるくる一番やってた。ともこれ、ともこれやったことないです。ともこれ本当流行ってたよね。くない、名前は聞いたことあるけど。そうなんだ。やっぱさ、住む県が違うとさ、違うのかな、流行る。そうなんですか。でも確かに近所の流行りみたいなのありますよ、ね。ガールズモード？あ、それです、それ。ガールズモードです。そう、ガールズモード。あー、思い出した。懐かしい。それなんか、お店とか作ったなんか、お店デザインみたいな。そうなんですよ。懐かしい、本当に。そう、それがめっちゃやりたいんですけど、カセット売っちゃったんですよね、確か。昔。そう、ガールズモードやりたいの。懐かしい、本当に。そう、またやりたいですね、あれ。ちょっと 3DS 買いたいかも。で、これなんか前も話したことあると思うんですけど、なんか電車、学校電車で通ってた時、なんか隣の野球部の男の子がなんかスマホゲームやってて、ちょっと覗いたらたまごっちのスマホゲームやってたんですよね。かわいい。かわいいですよね。たまごっちって思って、かわいかったです。あ、今45分らしいです。ありがとう。 Thank you。 懐かしいね、ガールズモードって。くまねパパさん、ヒーヒーコンビは経験の差が出たね。ヒーヒーコンビ、あ、ヒータンとヒーちゃんか。やっぱ経験の差とか言っていいの？経験の差って、ちょっとなんかちょっと危ない。危ないよね、危ないよね。どんな経験ですか？そう、山分け、あ、そうですね、山分けしたんですよ。さっきあのじゃんけんしたので。みんなで山分けしました。急に眠くなってきた。たまごっちやったことあるし、だってな、そのなんかやったことあるし、反抗期の男の子みたいな。そう、でもなんかリエもたまごっちやってたことあるけど、なんか家で死んじゃったんかな、なんかくちばっちが死んじゃった気がする。やばいよ。年上組はさすがだったとか言われてる。まあまあまあ、みんな結構リアルだった。なんか生々しい。いや、なんか誰かふざける人いるかなと思ったんですけど、あちょっと、あ、いや、もうくるくるさんとこの話はダメです。もうできません、この話はできません。傷をえぐってしまう。それでもまさかくるくるさんがやるとは思わなくて、はーって感じでした。いじってるな、これ。これはいじってますね。ナピちゃん普通にキュンってしたって、本当に嬉しい。嬉しい、本当に。ちょっとそう、くるくるさんの地雷踏んじゃってる、さっきから気をつけないと。気をつけて。これが出てくる。くるくるさん睨まれちゃうかな。くるくるが一番良かった。本当投票してないみたいなの見たけど、くるくるには投票してないよみたいなの見たけど、でもあれで逆にひーちゃん、うん、あ、ひーちゃんとでしたっけ、
2回目はひーちゃんだった。そう、ひーちゃんが負けたら、うん、あ、ひーちゃんとひーたんとでしたっけ。そう、そう、強いコンビだ。そうだ、強い。いやでも誰と当たった確かにみんな強かったね。でも正直、はい、みんな強かった、うん、いやそうです。くるくるの悪い顔が好きです。だそうです。あ、本当？はい、ありがとう。悪い顔ください。おえ、あのでもリエチのセリフ、うん、はなんか逆にういういしくて、あ、可愛かった。なんかちょっと泣き、やだえ、やだ。でもちょっと忘れたいので。あ、忘れたい過去。はい、忘れたい過去なんで触れないでください。可愛かったよ。触れないでください。え、くるくるさんのムーゼリフも良かったですよ。触れないで2回も聞けたし2回目は本気で行こうと思ったのに2回目どんなこと言ってましたっけ、くるくるさん。あのでも本当になんか先行後攻があれは聞いた、私の中で。なんかお家に誘おうって思ったんですよ、もう その瞬間、そのお題が出た瞬間、うんうんうん、あ、これはやばい、お家しかないと思って。あ、そう、思い出しました、うん、お母さん家。そう、お母さんに訪問。なんかでもお母さん家だとその上を行けるかなみたいな。お家やっぱお家よりも気にしないか。でもなんかすごい結婚って感じだよね、はい、行き過ぎた。結婚の挨拶って感じ。安定しちゃったかな、いろいろしようっておもろかったですそう、リエチ優しいから、そう、優しいから争い事苦手です、本当に。勝負はちょっとごめんなさいって感じなんですけど、でも楽しかったので良きです。いろんな意味で爪痕確かにね、それはそうだね。いい意味でね、考えよう、いい意味で。前髪が本当に可愛い、嬉しい。そう、前髪も切ってもらいました。パッツンになりました。これ一生いじられるな、ハウは。はい、ちょショールームのあの挨拶のコメントみたいなやつ、ハウーにしてみんなハウーいっぱい押せるように確かにいいやん、ハウハウハウーってコメント押せるやつね。くるくるさんの最新が始まったらみんなハウーハウーハウーくるくるもハウーって、やばい。ちょっともうくるくるさんの配信見れなくなっちゃいます。見たかな、ジャズクルとハウクル。あ、50分らしい。あ、ありがとう。それでは、確かに昨日からのね、くるくる本気でした。リアリティすごいけん。いや、そう、くるさん、そういうことにしとこう。くるさん50分で終わりにしますか。終わりにする。あ、じゃあ誕生メールを。オッケー、またスクショタイムしよう、一緒に。スクショタイム、レチ、あ、勝った顔して。いい、はい、こっちでもいいですか。あ、ちょっとこれが邪魔ですね。ありがとうございます。リエチクルさんって呼んでますね、確かに。うん、あ、そうだね、クルさんっていう。そうだ、無意識に。じゃあクルさん先男女見ますか。あ、いい、はい、ありがとう、全然大丈夫ですできます。11位ガンちゃん、ありがとう。あ、間違えた、13だった13位ガンちゃん、ありがとう。12位オカッピーさん、ありがとう。11位サルトビニダイモンさん、ありがとう。10位ラスカルさん、ありがとう。9位アルミカンさん、ありがとう。8位アトヨシさん、ありがとう。7位オロチさん、ありがとう。6位熊野美奈さん、ありがとう。5位竹まつるさん、ありがとう。ありがとう4位忘れっぽいもちさん、ありがとう。3位熊野パパさん、ありがとう。2位ヤマさん、ありがとう。そして1位はドゥルルルルルルパーン、吉井どみさん、ありがとう。大好きのタワーもありがとう。あ、今日は、スペイベと、STU48 チャンネルありがとうございました。ちょっと嫌いにならないでください嫌いにならないでください明日は放課後草があるのでぜひ見てね、見てね。それでは、あ、なんだっけ、あ、ブログも見てください。お話会も待ってます。それではおやすみ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 感、おやすみ感、はい、おやすみみんじみ、おおいきます。それでは13位トウモロコシさん、ありがとう。12位マシンガーさん、ありがとう。ありがとう。11位ホフマンさん、ありがとう。
10位なぴちゃんありがとう。ありがとう。9位だいちゃんさんありがとう。8位じゃなかむさんありがとう。7位まもちゃんありがとう。6位おいでますけんきさんありがとう。5位みさみさんありがとう。4位石毛虫さんありくまねパパさんありがとう。で1位はまっちさんでした。イエーイ、イエーイ、ありがとうございました。今日はスペイベと STU チャンネルありがとうございました。とっても楽しかったです。またたくさんお話しさせてください、配信で。じゃあ今日はバイバーイ。あ、1億人にバズれもこれから投稿するのでちょっと待っててね。バイバーイ。おやすみー。ありがとうございました。イエーイ。